ちらアダムで、おー、出ました、めっちゃかっこいいね。これさ、もともととかでって意味かな。今はトカゲじゃないのかね。うん、じゃあね、ガムをカミカミしながら続けます。次はね、タミングルでございます。なんかね、グレムリーみたいですね。催眠系かね、これね。この人はさ、ちょっとあんまり出会いたくはない感じですね。それからね、これはガッケダニさんですね。おー、これは予想外に可愛いね。平べったくてさ、ドローンみたいだね、これね。うんうん、これはね、なかなか好きなデザインですね。四つ目はね、ウミデグダですね。ほうほう、これはね、完全なるミミズですね。パグトリオとは親戚っぽいのかね。うん、五つ目はね、いやいや、ピカチュウさんです。こちらはね、メスの姿って書いてあるね。おー、やっぱりかわいい。ふむふむ、メスはね、やっぱり尻尾が違うんだね。うん、出来がとってもいいですね。続いていきます。ご存知、プリンちゃんですね。おー、来ました。想像以上に丸いですね。よく見るとにっこりしててさ、うんうん、カービィみたいな感じだね。こちらも人気のゲンガーちゃんです。こっちもね、丸いですね。おー、ゲンガーの後ろってさ、こんな風になってるんだね。これはね、初めて見たね。続いてこちらも有名なストライクさんです。おー、かっこいいね、これね。なかなかいい感じにデフォルメしてあるよね。この子ってさ、カマキリなのかね。うん。それから9つ目。ヌメラって書いてあるね。この子はね、初めて見ますぞ。ほうほう、ナメクジをなんか丸くした感じでさ、クマちゃんね、これすごいお気に入りですね。最後はミブリムですね。もうさ、ポケモンが多すぎて、ちょっと頭がね、ついていかないですね。おお、なんだろこれ。なんか髪の毛っぽいよね、これね。うんうん、かわいいんだけど、ちょっとね、キモい感じの面白デザインになってますね。はい。というわけで、こちらの10種類、全部指につけてみます。